前回のあらすじ、やたらと出張が多いパパの会社、それにことごとく遅刻するものの、ドラえもんの力でなんとか事なきを得ており、転勤も二度ほど打診されたことがあるのだ。パパは遅刻も多いのだが、忘れ物も非常に多く、会社の大切な書類はしょっちゅう忘れ、大事なメモも忘れ、弁当や傘も忘れるのだが、すべてドラえもんに助けてもらっているので、なんとかこれまでやってこれているようだ。そんなパパの人事評価は芳しくなく、安月給でボーナスも低く、なんなら給料をなくしたりすりに合うほどだが、たまに景気が良いと大量のボーナス、そして家を買うために不動産を内見することもあるみたいだな。この動画は、パパは会社で何をしているのか、のパート1&2の続きです。まだ見てない人は良ければそっちも見てみてね。というわけで今回も、パパは会社で何をしているのか、パート3、だ。ただいまというわけで今回も、パパの会社について解説していくぞ。まずは残業について、コミックス10巻、夜を売りますでは。ゆうべ、徹夜で仕事したから、昼寝したいんだけど、目が冴えて眠れないなぁ。あたりが明るくてダメなんだ。と、会社の残業か眠そうにしているパパ。コミックス22巻、出来すぎぐっすり作戦では。静かにしてくれよ。徹夜で仕事したので一眠りしたいのに、眠れない。と、結構な残業が時折あるようで、昼間家でパパが眠くしていることがあるのだ。パパ残業そんなに遅くまで働いてるのか？うむ、しかも残業だけならともかく、藤子 F 不二雄大全集16巻、糸なし糸電話では、電話がしたいのにパパが占領して怒るのび太、だが、大事な仕事の話だ。と、家にいても仕事の電話、コミックス31巻、壁景色切り替え機では、とある日曜日、パパが花見に連れて行ってくれるというのだが、か、わかりました。すぐ出社します。悪いが、会社に休養ができて。と、まさかの休日出勤まであり。ただいまー。パパだ。遅くまで大変ね。と、もうすでに伸びドラが床に着いた時間に帰宅しており、かなり遅い時間まで残業しているようなのだ。パパめっちゃ忙しいんだね。てか日曜日も仕事なのか。そう、しかもこれ結構常習的なのか。コミックスプラス3巻、その時どこにいたでは、日曜日に会社に電話しても普通に人がいるみたいでな。警備員とかじゃない限り、仕事をしている社員がいるということなのだろう。おう、休日出勤お疲れ様です。そんなにパパ忙しいと、プライベートとか全然なさそうね。うむ、まあ趣味はいろいろとあって楽しそうにはしているのだが、やっぱり時間がないみたいでな。コミックス14巻ミニカー教習所では、運転免許の試験に落ちて落ち込んでいるパパ、ドラえもん曰く、のび太に似て運動神経が鈍いからというのだが、君たちに言っておくが、運動神経のせいじゃない。会社が忙しくて、教習所へ行けないからだ。練習不足のせいなのだ。と、会社が忙しいと発言しており、コミックス38巻、箱庭で松茸狩りでは、友達がこんなでっかいイワナを釣ったと言うんだよ。これで実力の違いがはっきりした。悔しかったらお前も釣ってみろと言うんだ。僕だって釣りに行けば釣れるんだ。忙しくていけないだけだ。と、おそらく仕事のせいか、こちらでも忙しいと発言しているのだ。収録で働いて、残業、休日出勤、たまの日曜は徹夜で疲れて昼寝してるだけだしね。ここに加えて出張も多いから、本当に暇ないよね。この上安月給なんだからもう、ブラックなのでは。まあ昔は今より仕事による拘束時間が長いからね。本当高度経済成長期は大変だったと思うよ。ちなみにこんな会社でも、パパは仕事が嫌にならないのか。コミックス2巻、この風映しますでは。ダメよ寝てなくちゃ。ほら、こんなに熱があるのに。いや、今日は、大事な会議が。会社、会社。パパはクソ真面目で困る、と、仕事に対する勤勉さは人一倍で、ぶっ倒れるほどの熱が出ても出社しようという気概があり、この後ドラえもんの道具で風邪を治してもらうと。あなた、本当に大丈夫。見てくれ、この元気なこと。と、体調が良くなったらすぐに出社してしまったのである。たまの風邪ぐらい休めばいいのにね。うむ、こう言っちゃなんだがうぷ主だったら体調が戻ってもその日はもう休んでしまいそうだ。そして次にコミックス16巻、時間貯金箱でも、時間貯金箱という、飛ばした時間の分だけ時間を貯金し、引き出せば時間を戻せるこの道具、のび太はいろいろあって、夜宿題をするときに4時間貯金を下ろしたので、あれ、明るくなったぞ、か。まだ4時半じゃないか。会社から早く帰りすぎた。もう一遍行ってくる。と、一旦帰ったにもかかわらずもう一度出社するといった気概を見せており、かなり真面目な社員であることがわかるのだ。これ何時が退勤時間かわからないけど、もう4時半だったらもう出社するの超面倒いよね。うむ、というか帰るとき大体どんな職種でもお疲れ様って言うだろうし、みんな変じゃないって確認してるんだから、戻る必要ないと思うんだよな。確かに。というわけで、これにてパパの残業に関しては以上だが、最後にちょっとだけおまけ、コミックス31巻、自問で長い一日では、自問という、時間の流れ方をゆっくりにするこの道具で、のび太が目いっぱい時間の流れをゆっくりにしたせいで、会社の終わりの時間がまだ来ない。
おかしいな、もう2日分ほど働いた気がするよ。まだ会社が終わらない。今日は本当におかしな日だった。と、のび太のせいで長い長い残業させられているのでした。というわけで、残業に関してはここまでにして、次は出退勤に関することを解説していこう。お願いします。前回の動画で、パパはだいたい8時ぐらいに出社して、会社まで急げば40分ぐらいだということが判明したが、出勤に関してもう少し補足解説。コミックス4巻、ラッキー版では、僕が読みかけてた漫画、どこへやったの？パパが持ってったよ。電車の中で読むって、と、通勤中に漫画を読んだり、コミックス25巻、明日の新聞では、パパが悪いんだ、毎朝、新聞を会社へ持っていくから、僕はいつも冬新聞しか読めないんだ、と、新聞も通勤のお供になっているようなのだ。ちなみに新聞はちゃんと持って帰ってくるとのこと。では、そんな感じに漫画や新聞片手に出社するパパであるが、じゃあ帰ってくるのは何時なのか。先ほどのコミックス16巻、時間貯金箱では、のび太が4時間戻した時に4時半だったので、逆算して帰宅時刻は8時半ということになるが、コミックス13巻、7時に何かが起こるでは、いろいろあっても納期で7時を迎えるのびドラ。ただいま。お帰りなさい。パパだ、と、7時ちょうどに帰ってくることもあり、出社を急げば40分かかると分かっているので、会社の定時はおそらく6時で、残業すると7時半、帰ってくるのは7時から8時半、出社時刻が9時なら、9時6時で8時間勤務ってところだろうな。なるほど、そんな風に計算できるのか。定時が6時って最近だとあんまりない気がするから、ちょっと羨ましい気がするよ。うむ、だけどパパはこの定時すら切り上げて帰ってくることもあってだな。コミックス2巻、僕の生まれた日では、どこだ、どこだ、生まれたという赤ん坊は、どこにいるんだ、電話を聞いて、会社を早引けしてきたんだよ。と、奥さんの出産のために会社を早退してきたり、コミックス25巻、なんとのび太が100点取ったでは、PR という、どんな出来事でも人に知らせて望み通りの反応をさせることができるこの道具。この回、タイトルにもある通りのび太が100点を取り、のび太が100点を取ったというニュースが報道され、テレビで見た。と、パパが急いで帰ってきたり、子供のことに関しては割と感情的に会社を早退するようなのだ。パパなんだかんだ言ってものび太気にかけてるのね。そう、だが趣味のために走ることもあってだな。コミックス15巻、あやとり世界では、のび太がもしもボックスで、世界中があやとりに夢中という世界に変えてしまったため。ただいま。黒あやタイトルマッチがあるんだよ。と、あやとりに夢中なパパは会社からダッシュで帰ってきたり、他にも変わり種として、コミックス26巻、平等爆弾では、平等爆弾という、今回だとのび太を基準にみんなが同じレベルになるこの道具、次の日の学校帰り、なぜか家にパパが、あれ、もう会社が終わったの。めんどくさくなってね、みんなでしばらく休もうと。と、のび太を基準にしたせいであの仕事熱心なパパですら早退、怠け者にしてしまうのであった。パパのび太のせいで会社にダメージ受けすぎなんだよな。まあそこはドラえもんの道具でカバーしてるから、むしろプラスになってるとは思うんだぜ。それでは最後におまけとして、コミックス12巻幽霊城へ引っ越しでは、新しい物件を内見した時に、パパは会社まで2時間かかるのはいいとして、なんて発言をしており、実は出勤時間はさほど気にしていないのであった。絶対40分から2時間になったらきついぞ。うぷ主は昔学校会社まで2時間近く毎日通っていたが、本当に無駄でしかないと思うんだぜ。というわけで、これにてパパの出退勤に関しては以上である。最後に、おまけを紹介して終わりにしよう。お願いします。作中では、パパがよくママに書類を持ってくるようにお願いするために電話するが、逆にママがパパに電話することも多いのだ。コミックス25巻、のび太の長い家出では、時間長々光線という、この光線に浴びると10分が1時間に感じてしまう道具で、と、ママが光線を浴びてしまったので、90分後、体感9時間のび太が家に帰ってこないと思っているので、あなたお願い。すぐ帰ってきて。のび太がいなくなった、それはいつ頃かね。もう90分も姿が見えないのよ。忙しいのにつまらないことで電話するな。と、のび太を心配してパパに電話したり、コミックス10巻、弟を作ろうでは、いろいろあって、のび太が子供の頃の自分を現代に連れてきて、そこをママに目撃されてしまったのだ。なので当然ママはびっくりして、何を思ったのかパパに電話。ねえあなた、そうでしょ。うちの家族は3人ですよね。何言ってんだ、うちは4人じゃないか。君だろ、僕だろ、のび太だろ、ドラえもん、もしもし聞いてる、もしもし。と、また心配になってパパに電話していたり、コミックス一巻、古道具競争でも、のび太のせいで、家の家具がどんどん古いものに突然変化してしまい、ママは自分がおかしくなってしまったと思い、向かった先が。もしもし、あなた、私変になったらしいの。すぐ帰って。
と、やっぱりパパに電話するのであった。ママは何かあるたびにパパの会社に電話するんだね。そう、でもこういう緊急を要するもの以外にもだな。コミックス42巻目は口ほどに物を食べでは、スネオのママの自慢を受けて、今夜はフランス料理を作ると決め込んだまま、その時ママが取った行動が、そういうわけですから、今夜はなるべく早く帰ってくださいね。と、夕飯に気合を入れるという理由だけでパパの会社に電話をかけるのであった。いや気持ちは嬉しいけど、仕事の邪魔だ。会社の人にも、またのびさんの奥さんから電話来てるよ。って思われちゃいそうだね。昔はどうだったのか知らないけど、普通身内が会社に電話なんて、まあまずしないからな。ちなみに身内という意味では、ママ以外もパパの会社に電話することがあるぞ。マジか。まずはコミックス16巻、パパも甘えんぼにて、分け合って、10年前に酔っ払ったパパがのび太の部屋にいたわけだが、それを目撃したママが、パパは会社にいるはずと思っており。僕が酔っ払って家に、冗談じゃない、ずっと会社にいますよ。と、おばあちゃんもパパの会社に電話。まさかのおばあちゃんまで。コミックス15巻、独裁スイッチでは、独裁スイッチという道具で、誤って世界中の人間を消してしまったのび太。その際、もしもし、会社のパパ、誰も出ない？と、のび太が電話することもあるのでした。一家総出で電話してるのね。パパも会社から家に、のび家も会社に電話する。意外とこういうところが緩い会社なのかもしれないな。というわけでパパの会社に電話するのび家でした。それでは次に、パパの会社の電話。実は何度も見ていてわかる通り、ずっとパパのオフィスの電話は黒電話なのだが、コミックス42巻やりすぎ、望み実現機だけは、パパの会社の電話が黒電話ではなく、クローバーフォンという、平成初期によく見られた形に進化しているのだ。あ、ほんとだ。これもパパが週休2日制になったように、時代の流れによる進化なのだが、この時、のび家はまだ黒電話だったものの、コミックス45巻ガラパ星から来た男では、のび家もクローバーフォンに進化しており、そして大長編15巻ドラえもんのび太の創世日記では、なんとコードレスになっているのである。おお、ほんとだ。全然気づかなかったよ。こういう時代の変化に合わせて漫画も進化していくのは楽しいよな。ちなみにこれ、各家庭の電話も進化していてだな。それはドラえもん公式調査ファイルてんこみ探偵団に詳しく記載されているから、興味があったら買って読んでみてね。というわけで次、実は通勤ルートがおかしなパパ。まず、パパが家を出るとき、コミックス32巻時差時計では向かって右、コミックス41巻のび家は30回でも右、コミックス45巻人間写しは恐ろしいでも右、コミックス16巻時間貯金箱でも俯瞰で右、コミックス2巻この風写しますでも、手前に来ているがのび家に向かって右、藤子 F 不二雄大全集3巻魔法の時計でも右っぽい感じ。右っぽい感じ。では今度は逆に帰宅時、コミックス1巻変身ビスケットでも向かって右、同じく1巻古道具競争でも通り過ぎているが右から帰宅、コミックス38巻馬小戦の使い道でも右、とにかく向かって右に出て右から帰ってくることが多いパパ。ってことはそっちが駅に向かって近道ってことなんだね。いや、実はそうではないのだ。コミックス42巻町内突破大作戦では、のび太の街の地図がわかりやすく表示されており、右で光っている白いのがのび家、そして下の方を見てみると、あれ、駅がある。そう、パパは会社まで駅通勤のはずだから、家から駅までの最短距離を割り出すと、普通こうなるから、家を向かって右じゃなくて、左に出るはずなんだよね。確かに。ってことはパパ毎朝わざと遠回りしてるのかな？もしかしたら運動のためなのか、もしくはこの地図では高低差がわからないから勾配によるものなのか、はたまたのび家のすぐ横に、地図より近くに駅、またはバスなどの公共機関があるのか、何にしても、不自然なルートで通勤しているパパなのでした。パパ一体何を？まあ、マジレスするとのび太の街ってほんと作品によって地形やレイアウト全然変わるから、この地図一枚だけじゃ一概には言えないんだけど、それにさっきはパパが帰宅するとき右が多いって言ったけど、コミックスプラス3巻見せかけモテモテバッジで大騒ぎでは、ちゃんと左側から帰ってくることもあるし、コミックス17巻神工作が大暴れでは、遠回りしないと絶対に帰宅中に通らない、空き地を通るパパの姿もあるので、パパはその日の気分で通勤ルートを変えているのかもしれないな。時々こっちから帰ってみようとかはあるあるだね。そういうことである。ちなみに今回解説するにあたって、パパが帰宅する瞬間を結構数えたんだけど、正面から帰ってきたり、声だけだったり、家の中でもう帰ってきたり、方向がわからないものも多く、ただ、ただいまって帰ってくるだけなら、言うに30回以上は超えているんだぜ。まあ、適当にコミックス開いても1冊に1回ぐらい聞けそうだしね。うむ、そういうことである。あと、パパが向かって右に通勤することが多いけど、実はのび太の通学も右だったり左だったり、みんなと家の前で手を振って別れた後、みんなが右だったり左だったり、作品によって家に帰る方向がバラバラだったりするので、その辺も注目してみると面白いぞ。うぷ主ぜひ数えてみるんだ。死ぬほど大変なので絶対に嫌です。というわけで不自然な通勤ルートのパパでした。それでは最後に、結局パパって何の仕事をしているのか、
うぷ主なりの予想と見解。まず、コミックス44巻、ブラックホワイトホールペンなどで、パパのデスクを見てみると、書類と万年筆とインク、そして本、これは他の作品でもほぼ同様であり、主な作業は事務作業なのがわかる。電話をしてパパが会社にいないということがなかったので、栄養食ということもないだろう。これはコミックス32巻、欲しい人探知機にて、義理の弟である玉尾が栄養を始めても、具体的なアドバイスをしないあたり、栄養の経験がないと言えるしな。でも事務職で出張とか転勤ってあるの？ネットで少し調べてみた感じ、結構ある企業も多いみたいだぞ。だから事務職である可能性が濃厚だな。では具体的に何をしているかと言われると、それはさすがに予想しづらいが、栄養事務ではないだろうし、経理事務、お金を管理しているとも思えない、労務事務という、人事なんてクビになりそうな人間がやるとは思えないし、法務や貿易事務とも思えない、医療事務や学校事務でもないと思うし、残されたのは一般事務か総務だと思うが、時代的に、一般事務ってほとんど女性だったから、いわゆる OL って呼ばれる人のほとんどはこれだな。だから消去法で総務であり、それによくパパは会議の書類を忘れることが多いから、総務なら、会議に出るし、議事録、契約書とか、株主総会の準備、社内行事の取りまとめ、あとは社内の在庫管理とか、まあ要は会社の何でも嫌だから、おそらくここがパパの仕事として一番合っているのではないだろうか。確かにそれっぽいね。というわけで、うぷ主的にはパパの仕事は総務だと思います。ちなみに、ウィキペディア曰く、1979年放送、地下鉄を作っちゃえでは、パパの会社は、なんとか会社という名前になっており、1993年11月5日放送、ドロロン忍者セットでは、三角丸障子、2001年5月4日放送、お願い我慢大王では、〇〇障子という設定になっており、アニメではパパは障子に勤務しているようだな。というわけで、これにてパパのおまけ、そしてパパの会社に関する解説を以上にするぜ。長々と3パートにわたって解説してきたパパの会社。会社は新宿、初期は小田急線に乗って通勤し、家から会社まで急げば40分程度の距離にあり、通勤ルートは気分で変わり、通勤中は漫画や新聞を楽しんでいるようだ。出退勤はおそらく9時過ぎから6時ぐらいまでで、残業、徹夜、日曜出勤も多く、大変な職場であるが、時代の流れで週休2日制になり、給料は安いものの、時々たくさんボーナスも出るようだ。会社はおそらく同族経営で、北海道に支社があり、冗談でアメリカや北海道に飛ばそうとするお茶目な会社で、出張も多く、関西方面、九州、大阪、ニューヨークと、世界も視野に入れている企業なのである。役職持ちは何名か登場し、社長、部長、課長として、パパはおそらくそれ以下の役職である。パパはよく会社に帰国し、書類もめちゃくちゃ忘れており、結構やらかして首の危機になることも多いのだが、ほぼドラえもんによって窮地を脱しており、大事には至っていないようである。ただ、仕事に対する熱意はあり、それは息子であるのび太ですら、クソ真面目と比喩するほどだ。そして最後にうぷ主的見解では、結局パパは総務の仕事をしており、仕事は大変でも、家族のために日々汗水流して頑張っているのは間違いないだろう。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。